モッツのグッドフェローズの解説をしていきます。ちょっと、デモ演奏するのに覚えきれないんで、前半と後半で分けてやります。とりあえず前半をやっていきます。まずコード進行は、全体のやつをまた載せておきます。で、頭のイントロが GC で GGCG こんな感じです。これはスタジオバージョンがちょっとわからなかったんで、YouTube のライブ映像、ライブビデオか何かの映像の中の音源でやってます。だから本物のスタジオバージョンがあるなら、それとはちょっと違うとは思うんですけど、とりあえずやっていくと、まず G シャ、頭が。感じで GC で G、 これでまた GCG で入ります。まずローコードの G を押さえて、6弦4弦2弦3弦で、今度 C を押さえて、5弦4弦2弦3弦で、また G、6弦4弦3弦2弦1弦で、1弦から2弦3弦で、2回、でいったら、6弦を0で03っていうのを入れます。こんな感じがイントロです。次が、A メロ、こんな感じで普通に6弦、ベース音を弾いて、そのまま加工してって上がってくるような感じの弾き方やと思います。で、 D のところはみんな普通のローコードで行くんですけど、 D のところは432っていって0、1弦のところで、002とハンマリングで、で Eマイナーで、 C がC を押さえて、まずジャーンって鳴らして、で5弦、4弦ね、4弦の020、020じゃない、4の02をハンマリングして、で3の0やね、
3-020、 4-020、まあこれ大体でいいんですけど、こんな感じで使います。でまた G で D で、今度はまあ指す方というか、D の押さえて1弦の3を押さえて離す、こういうのもまあどちらでも、まあいろいろこうやってみてくださいということで、これで C、なんか最後にっていうのがなんか一瞬入っとるように聞こえるんですけど、まあその辺は大体でいいです。これで G やね。G のとこに何かあったっけ。ああ、これやった。ああ、これやね。忘れるんで。まずジャンって一瞬入る感じで、5弦の5で3弦の4、これで5弦の5を4へスライドして3弦の3、これで5弦の4から3へスライドして3弦の2、こんな感じで、でそれをまあ、2回目はまあ2回目普通に行って、最後の G のところでっていうのがあります。 G のまず1弦2弦の3を押さえて、で3弦の4を押さえます。まあ G のハイコードの下、1弦2弦3弦を押さえてる感じで、これで、3弦を4へハンマリング、この時まあダブルストップみたいな感じで他の弦も鳴らす感じで、で1弦2弦で、今度は4から5へ、4から3弦の4から5へハンマリングやね。これで5から4へ。これでまた、ここからギターソロが入ってきます。最後の G に入るところで、これが1弦の12から10へプリングで12、3弦の14チョーキング、もう一回チョーキングして下ろして12で14、で次のフレーズがこういうフレーズで、2弦の15で3弦の11、12、11、次が、4弦の14へスライドして2弦の12、14、14をチョーキング、もう一回弾きます、4弦の14やスライドで2弦、3弦の12
3弦の14チョーキングで2弦の15もう一回3弦の14チョーキング下ろして12で12を2回やね。でその次に、12から14やハンマリング、何だろう、次に今度こっちへ行ってこういうフレーズね、3弦の4へスライドしてで1弦2弦の3でここから今度は3から5へハンマリングして戻す。で3弦の4から5へハンマリング1弦2弦の3、3弦の5、4、これで D C B マイナー G7 でここでみたいなのが入ります。こんな感じだったかな。1弦の8を何回かチョーキング、3回やね。これで、8から7へフリング、2弦の8で3弦の9、1弦の10から9へフリングして2弦の7、2弦の7、2回。次がこういうやつね。1弦の7、8、10、2弦の10をチョーキングして下ろして8で、で最後に10をちょっとチョーキング、で、4弦と3弦の12を人差し指で押さえてダブル で4弦だけ14へハンマリングを2回でもう1回12を弾いて、5弦の14から12へスライド。次がこういうやつで、5弦の14、4弦の12、14、3弦の12、14、2弦の12、13、15で3弦の12。その次が、ツインリードで、これが、2弦の15をチョーキング下ろして13で15、3弦の14チョーキング下ろして12で14で、もう一回3弦14チョーキングで下ろして12を2回。その次にっていうのが入ります。これが4弦の12から14ハンマリングで、3弦12から14ハンマリングで、2弦の12、13、12、12、13でもう一回12、13、12ハンマリングプリングで、で3弦の12で、また、2弦15チョーキング下ろして13で15、3弦14チョーキング下ろして12で14
もう一回14チョーキング下ろして12、2回、これで、2弦の12、13ハンマリングで1弦15、最後が、2弦の13、12、3弦14、12、それでここで、ツインリード入ってくるんで、このツインの方が、まあこんな感じ、ここだけ、ここだけ2人でツインをするんで、1弦の14チョーキングで、1弦12、1弦14チョーキングして下ろして12やね。これで14で、2弦の13チョーキング下ろして12で13で、また13チョーキングで下ろして12、2回、最後だけできるかな。前半はこんな感じで終わります。